剥がしてクロスボール、上方浮かせて中村、打てない、サンダ、サンダのシュート、弾いて押し込んだ、1点返しました。最後は谷尾、谷尾が決めました。ただ今主審が今、これはおそらくゴールです。谷尾が決めました。1点返しました。バンラーレ八戸、中村、そしてここのボールをサンダ、サンダがシュートを打っていってキーパーが弾いたボール、よく見ていました。谷尾のゴール。まず八戸は1点返しました。